ファームネームというのを見せるので、セカンドバッグ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 、さあ、ちょっと早いですが、本日の8球団戦、さあ、これで10段に上がれば、今日は10段が2人いるよ。さあ、ワンチャンツアーまで行くよ。さあ、行きましょう。ワンピガーは猫の日、ケン。さあ、8球団戦。さあ、ケン9段、ルーキー9段、ルーキー1段と思っている猫が、なんと選択したのは、ルーキーではなく、ケン。さあ、そして対戦するピガーは、さあ、なんか、えらく強いラプリが、圧戦希望できたなと思ったが、パワー決めれば、タンプの9段でした。さあ、サイドプリー。さあ、ポンポンの球団だったり。さあ、サイドアトリー球団、ニコノフィだったり、ニコノフィ兼球団、そして残りはスケロク、レミー8段、そしてドット・ヨーキ8段プラス2。さあ、この4人でまずは決着をつけてもらいましょう。さあ、10段に上がれば、ウェイド、メロメロ剣と、そして、タンプで10段まで、10段まで段位を上げてきた、10列を上がっています。さあ、まず、中の一勝。さあ、どうぞ。さあ、サブキャラなんか使いやすい、俺のボイコイで倒していないと。さあ、ドットボイヤーで。このブロックに喜んないですけどね。喜んないですけど、そうですよ。さあ、ワンバーチャンネルドッパー。バイクリーガー、さあ、ここから、ウォーターチュー。そう、まず一本だけでございます。さあ、これはフルパン。さあ、そして最後にしたのはスペルプレイ。さあ、今日はもう7年で村上君のファーストのもう8年共演戦ばかりですけど、このフィケンダー、ペースアップ。さあ、これで一気に10段に上がってしまうのか。あと、ちょっと休んで。よしよし。クリア残してどうするの ?EX 達も行く EX 勝利。さあ、これで猫の日が10段に上がったので10。さあ、ノーマル猫の日の10の方の10段戦中にありましたよ。さあ、あの人はパスフォーダーというラジオなんでしょうか。若干と思います。さ
さあこの8球団戦のボールもあとの10段戦を控えているじいさんのクロスカードが今日はすごく気になります。基本的に7段落ちまたは10段上がりで一本落ちを狙います。さあこれで一本落ちました。この日どうかい？さあ、サイドアップで。あーと、下段を通して。次は？さあ、一気に後ろから決めた。さあ、どうだ？どうだ？さあ、次は。ボットガーディアン、ボールが来たら弱いというお客さんになったみたいで、今は戻しました。はい、そんなことないですよ、ボールが来たら強いですよ。ね。さあ、こっちの形のゲーム。さあ現在の8球団戦はボート8段、そしてサイダープレイ9段、そしてスケロプレビー8段、そしてネコノフィビー8段。さあトリカーのポークを通して、スキルフレーム。さあ、ロットが手を取るな。さあ、ブローを取って、もう一回、これは。さあ、これでロットが、一旦9番。さあ、スタッフのタイムリミットで、どこまでピッチャーが使いましょうか。さあ、どうしよう。元のフィールドを対、そして、ロットが、さあ、ロットボールはこれで9番。さあ、10番、4人目の10番は誰だ？さあ、ここからサイドアップに逆転があるのか？それとも、ロットが一気に締めるのか？それとも、向こうのフィギュアは？向こうのフィギュアはここからの逆転があるのか？この人は
カーマザーでさ、ブラックペアダイパンドレビュー。ウォーカー、少し立ち上げてください。だよ。うん。あーと、これは取り切れず。ちょっと離れよう。パス投げ。さあ、追いつく。おっと、中当たった。当たった。しかし。さあ、甘えたバックジャンプザンクは。中断戦できそうさあ、日本のヒーローがプラッチ。さあ、日本のヒーローがプラッチ。さあ、スケロクレミは正念場の8段マイナスに負ければ脱落。ことができるのが、さあ渾身の新勝利だったが、さああの攻撃会場を沸かせた向こうの必死勝利なんだが、さあ不発へ。新勝利ガード。さあ、よし勝利。さあ、これでスケロクレミは脱落。ボット9番マイナス1、そして猫の日8番プラス2、そしてサイ9がマイナス2。さあ、かなりパースのことになります。勝負出していくスタイル勝利。あーと、笠谷
しかし、さあここはバットがきっちりと、さあこれでプラマイゼロ。さあサイドプレー、さあデッドボークは9段プラマイゼロ、サイドプレー9段マイナス2。さあこの関西の球団戦の波に守られてしまうのか、それともポイントをポイントで吸い尽くすのか。さあこれでまずデパート、さあこれでサイドアップでこれで8段落ち。さあこれでサイドアップルが8段に落ちたところで、3目はバーということで今お変わりになりましたので、ここから猫の人、猫の人がこの、さあ、リザーファイナル。さあ、これでリーチ。このまま一気に10番まで駆け上がるのか。さあこれで HT が上がってきましたね。これで